こんにちは。これはフェードアウトなんですけど、最後の夢を飛び越えたりしない岩で終わろうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとこれは忠実にフェードアウトで優しくなれる回で終わりました。はい。生野真世さんの「ヘイレイディ優しくなれる回」、これちょっと歌高かったから、2度下げてやろうと思ったんですけど、Google Music で原曲聞いたらなんとか出そう。生野真世さんのキーは私ぴったりなんで、絶妙にファルセット出さなくていいギリギリを気持ちよく歌えるっていう、イスタンブールにしてもモンテカルロにしてもそれなんで、だからこれも大丈夫かなと思ったら、とりあえずなんとかできてなかったとこもあるかと思うんですけれども、なんとか大丈夫でした。ただこの弦キーはどっちかというとコードが難しくて、C シャープに C シャープマイナーがふんだんに出てきて、そして一番苦手な E で、 E はね、 E7 でごまかしちゃうこともあるんですけど、これに関してはちょっと E の後の E7 っていうのがあったりするんで、やっぱり E はちゃんと弾かなきゃっていうのでね、前よりはちょっと E 弾けるようになったんですよね。去年かな、一昨年、エアジャムにマキシマムズザホルモンが出る時かなんかに、いすゞのトラックのコマーシャルソングをドラムのなおちゃんが歌うことになって、それでいすゞのトラックのコマーシャルソングをなんか調べたら、コード、E ばっかりだったんですよ。だから、一曲丸々 E とかあると大変だし、コマーシャルソングだったら短いかなということで、ちょっと E を練習したんですけど、それからまたちょっと、E から逃げてて E7 で、ごまかしてた時があるんですけど、ね、私自分の、名前がエミッシーなんで、E を頑張ってやらなきゃいけないなと思って、今日は E の練習のためと自分の声出しのために、生野真世さんの「ヘイレイディ優しくなれるか」、春の、化粧品キャンペーンソング特集第何弾だろうかな。この前ミポリンやったり、まあ、ロックンルージュ聖子ちゃんやったり、あと、唇よ、ね、みんな大好き渡辺真知子さん。他にもいろいろあるんですけど、とりあえず今日は「ヘイレイディ優しくなれる会」、あなたに会えてよかったわっていうのをちょっと今日最近いろいろ思うことがありまして、とてもこの歌詞をかみしめながら歌わせていただきました。はい、それでは。